ポケモンソルジャーの切ないです。エゼロです。今日はエメラルドバトルファクトリー最弱ポケモン決定会議やっていきたいと思います。毎週土曜日に生放送で金脱ら配信をやってたんだけど、無事クリアしたということで、その記念企画だね。ネジキは、プラチナとハートゴールドソウルシルバーのバトルファクトリーに出てくる、ボスキャラで、49連勝したら、いわゆる金ネジキクリア。うん。なんだけど、エメラルドのバトルファクトリーに出てくるのは、ダツラ。ネジキじゃないんだよね。で、これはネジキと違って42連勝で、金ダツラクリア。ネジキと比べると、ダツラの方が1周分少なく、最後の金シンボルに到達できるってことだね。で、あとは、プラチナ、ハートゴールド、ソウルシルバーとエメラルドは世代が違って、いわゆる第3世代と呼ばれるソフトで、持ち物とか技とか特性が、第4世代と比べてかなり少ない。代表的な持ち物とかだと気合の助けがなかったりするから、そういうのをケアしなくていいとこあるんだけど、当然自分で使えないっていうのもあるね。あとは仕様がたくさん違って、言ってたらキリがないんだけど、一番大事なのが、タイプごとに物理特殊が分かれているところかな。4世代以降は、技によってその技が物理技、特殊技、あるいは変化技って分かれてたんだけど、3世代以前はそうではないと。だからギャラドスの滝登りが特殊技だったり、ゲンガーのシャドーボールが物理技だったりと、今とはかなり違う仕様になってるから、ここも踏まえてエメラルドのバトルファクトリーで、レンタルできるポケモンの最弱決めていかないといけないよね。そうだね。で、あとはポケソルの、ダツラの挑戦を軽く振り返ると、累計5回目でクリアかな。ネジキが13回だったから、ネジキと比べると、結構サクッといったと考えてもいいのかな。なんか初回から手応えはあったしそうね。ネジキは本当に初回以降1回も最終週まで行ってないから、いつ終わるんだろうって思ってたけど、ダツラは結構終わりそうだった。1周目から最終週に到達していけそうっていう雰囲気は感じてたよね。というわけで、ポケソルの体感としてはネジキよりもダツラの方がちょっと簡単。そうだね、ネジキの方が難しいと感じたかな。エメラルドのバトルファクトリーでも、ネジキと同様に挑戦する前にランダムなポケモンが6体選ばれて、そこからパーティーとして3体選択する方式。今回はそのパーティー選定の時に来て一番嬉しくないポケモンを決定する企画。相手に出された時に確率次第で負けちゃうなみたいなポケモンも、自分が使う側になった時弱いことを考えると、最弱の対象にはなるって感じだね。選定の細かい基準としては、まずはタイプ一致技がまともにあるかどうか、一致技があったとしてもそのタイプがそのポケモンの種族種と噛み合ってるかも大事かな。さっき話したタイプごとに物理特殊分かれてるっていう話で、ゲンガーのシャドーボールは物理だから、ゲンガーの高い C を活かせないみたいな、そういう方はタイプ一致技あるとはいえあんまり強くない。あとは、技構成自体がまともかどうかとか、努力値配分がまともかっていうところは、ネジキと一緒かな。正直ネジキよりヤバいポケモンいっぱいいるけどね。技も持ち物も種類が少ないから、その分ヤバい方はいっぱいある。うん。というわけで、早速ダツラ挑戦において最も役に立たないポケモンを決めていきたいと思います。で、このレンタルできるポケモンの総数がオープンレベルだと510体いるみたいで、その中からよりすぐりの弱そうなやつ、厳選して32体探してきたんですけど、この中で一番ヤバそうなのがこのピクシーで指を振るワンウェポン配分も勇敢 BD 振り、配分効率としても最悪だね。さ、指を振るもやばいんだけどさ、この指止まれシングルだと全く意味ない。先制で打てる跳ねるだし、マジで全く意味ないから、さすがに違うねこれは。このままだとこのピクシーを見せただけで最弱が決定してしまってまずいので、こいつはもう殿堂入りということで、こいつを省いた全部で厳選された31体この中から最弱を決めていきたいと思います。まず全部31体、一言コメントずつ触れていきますか。はい。まずピクシー、さっきのピクシーじゃなくて違う方のピクシーも弱いと。一致技がないってやつだね。コスモパワー分身みたいな要塞化する要素は結構強いんだけど、技米パンとあとこの指止まる、こいつもちゃんと最弱候補だね。で、次がゴローニャ。これは身代わり分身して気合パンチ決めるっていう方か。タイプ一致技がない代わりに努力値配分は割とまとも、ほぼ最善じゃない。割と理にかなってる技構成ではあるけど、タイプ一致気合パン、一致自身と威力は一緒だけど、その気合パンチを打つまでの準備が、分身なり身代わりなり必要っていうことを考えると、このワンウェポンじゃちょっとなって感じよね。次がヤドラン。これは技と持ち物は強いね、なんなら最強レベル。
なんだけど努力値配分がなぜか控えめ AD 振りっていう、これは絶対間違えてるよね。間違えたでしょ、これ CD でしょ、どう考えても。次がジュゴン。これはネジキにもね、こういう方いたよね。自撃必殺2つ、寝言眠る。ラプラスとかトドゼルガみたいなポケモンがよくする技構成だけど、まあ、今回はジュゴンということなんだけど、まあ、自分で使うかと言われたら切羽詰まったら使うのかな。いやめちゃくちゃ弱いんだけど最弱にはならないような気はするよね。これ次がゲンガ。ウィンゲ型ですね。これは催眠術の命中はこの世代も 60% か。眠りの使用に違いはあれど、まあ、当たれば強いんだけど、でも当てたとて打つ技が夢食いでタイプ1だしなっていう。タイプ1とかだったら夢食いが全然いいかなと思えるんだけど。次がスリーパー。これ笑わせに来てるな、さすがに。イバル自己暗示のコンボを自分一人でしながらメガトーキングと、まあ、シャドーウォール物理。エスパード全部特殊だからね、こういう物理型スリーパーにはタイプ1技入ってこないよね。次がナッシー。これは何ですか。眠り粉で起点作って呪いで要塞して眠るで回復する。やりたいことは、まあ、分からんくもないし、草技もエスパー技も特殊だから呪いから技打つんだったら恩返しが一番強いっていう気持ちはわかるけど、マジで気持ちがわかるだけだな。スリーパーとほぼ一緒やん。次がバリアード。これもイバル自己暗示だね。でもイバル自己暗示した後に入ってる技が物理技じゃなくて、うん、特殊技のサイコキネシスというところもまたやばい。次がルージュラ。これは悪魔のキス当てて滅び打って黒い眼差しで止めて。 CPU は滅びの歌最終ターンしか交代してこないだろうから思ったよりはめれるのか。ルージュラってポケモンが柔らかいから、まあ、一応ワンパク HB っていう配分いいよな。だけどこれで1体倒すの大変よ。本当に大変なことになったらジュゴンみたいに使うこともあるのかもしれない。そうだね、ジュゴン感あるね。もう1体ルージュラ。これは滅びの歌じゃなくて悪魔のキスから夢食いをするっていう方なんだけど、ゲンガーの催眠夢食いと違ってタイプ1なのは救いか、まあ、ゲンガーよりかは強いかな。身代わりも一応強かったりもするのかな。身代わり残して意外といけてるかもしれない、うん、ゲンガよりかいけてるな。次がラプラス。竜媒捨て身するのはいいとして、なぜかサイコキネシス。サイキネなんなんこれ地震とか入れればいいのにね。あー地震でも一緒、なんなら別に波乗りとか霊媒でもさあったらさ、もう普通に使いたいラプラスなんだけど。そう、なんか特殊技入れるんだったら波乗りとかでいいのに、なんでサイキネを選んだんだろう。その発想はなかった。次がブースター。ほぼナッシー、てかナッシーよりなんなら弱いなっていう。まあ A130 ありますけどね。ありますけど積めないでしょう。 A130 といったものの B60 だしね。呪い積んでも柔らかい。そうだね、一応配分もは硬くなってはいるんだけど、これじゃあ相手の攻撃まともに耐えれないし倒せないみたいな微妙な感じになっちゃってるな。次が海流。これさすがに面白いね、この海流。海光線ワンウェポン新しすぎる、まあ、要塞が結構強いしデンジャーモンも強いんだけど、さすがに破壊光線ワンウェポンは違うやん。次がメガニウム。草タイプあるある型だねこれはね。ソーラービームプラス日本バレっていう、まあ、タイプ1技は十分にあるんだけど、まあソーラービーム一旦貯めるか日本バレ打ってから連打するかっていう条件付きだから夢食い感はあるよね。そうだね、まあ、中でも草タイプの中で弱めなメガニウムはランクインと。数値は高いけどね、控えめだし HC だし。次がもう一体メガニウム。こらえるカムラプラスジタバタ、まあ、これもよくある型の一つではあるんだけど、まあ、まずこらえるジタバタのコンボが序盤の まともな技選択をしてこない CPU だったら成立しにくいっていうのがあるよね。そうだね、最大威力200これを出せないってなると、まあ、ジタバタは普通に弱い技、まあ、これはねダツラだけじゃなくてネジキの時も結構あるあるではあったよね。一応タイプ1の、まあ、特殊の打点のギガドレインあるけど、この時代のギガドレインは威力が60で PP5 で陽気 AS だから、まあ、威力はめっちゃ低いな。本当に弱い全然火力じゃない。次がランタン。これもまたカムラの身のジタバタこらえる、まあ、無補正 C 振りの波乗り10万ボルトがあればまだマシなのか。とだいぶマシ寄りではあるかもね。めちゃくちゃ柔らかいぞこいつ多分。 BD に努力値振られてないから柔らかいし、カムラを食べても S 無振りなのであんまり抜けない。ほぼ誰も抜けないんだまあそこら辺の早い100族ぐらいは抜けないね。とりあえずあんまりコンボとして成立してないか。本当に波乗りと10万ボルト打つだけのポケモンにはなってるね。次がブラッキー。また来たね、イバル自己暗示。まあ悪技はこの当時は特殊技なので、まあ、イバル自己暗示した後に上がった絵を生かすのはシャドーボルト。だけど性格がなぜか図太いワンパクだったらね肩と噛み合ってるんだけどなぜか図太い。次がムーマ。ルージュラの黒マナ滅び型と似てる
部分はあるんだけど、ほぼルージュラと一緒と考えていいでしょう。うん、まあ一緒やね。次がツボツボ。4種類型がいるんだけど、正直全部弱い。性格は勇敢か慎重かはあるんだけど、努力値配分が全部 BD255 振りだから、努力値配分の効率が最悪。配分効率的には HP に努力値振らないとなかなか硬くならないんだけど、 HP に一切振ってない。持ち前の耐久生かせないんだったらもう何もできないよな。まあそこら辺のポケモンよりちょっと硬いかなぐらい。でも代わりに技が強いかと言われたら全然そんなことないそうだね。この中で強いのは毒毒ある型2つ。まだまともか。まだまともかな。マルコロとかやばいだろ。マルコロこれ誰倒せんねん。これは候補ですね。これやばいね結構。次がリングマ。高い A から繰り出す特殊技4つ。ポンチ、カンチ、レンチ、噛み砕く、全部物理技に見えて、この当時漏れなく特殊だから。リングマ意外と C75 族なんだけど、プレセリアと同じと言ったら高く感じるが、そんなことはない。一応配分は控えめ HCS で、まあ、悪かないんですけど、なんかちゃうなっていう。タイプ1もないしね。次がポリゴン2。これもまた空火に本晴れ型なんだけど、なんで今回はタイプ1ですらない。他の方はねタイプ1のトライアタックがあったりして、そういう方のポリ2は結構選んできたけど、これだけは選んだことないなそうね、これだけは選べない。次がダーティング。宿り木分身で運ゲしつつ全抜きしてくださいってことなんでしょうけど、穴を掘るで宿り木のターン稼げたいっていうのが伝わってくる。そうね。でも弱いでしょ。ダーティング単純に硬くないからね。まずポケモンとして弱いところ、最悪の戦術を取ってきてるからもうより一層やばくなってる。逆にこういう方のメガニウムはまだマシっていう話もあるからね。これするならメガニウムやね。うん、そう。次がケッキング。ツバメ返しワンウェポンというびっくり型なんだけど、格闘タイプに弱点つきたいということかそういうことか。まあ、アクビビルドはまだわかるとして、うん、イバルツバメ返しは何も噛み合ってないから方向性ブレブレだよ。ツバメじゃなくてこれノーマル技なんか入ってるだけで悪くはないかなっていうぐらいは思えるんだけど、この方だとツバメ返しで2ターンに1回殴るだけのポケモン。次がボスゴドラ。特殊メイン物理ポケモン第2弾です。これはネジキできても全部特殊だから分かりやすいね確かに剣盾にいても嫌だもんね。これ今見てる人が感覚的に弱いなって感じ取れるよ。小学生の頃この技構成したけどね、ボスゴドラ変えるからね、これらはね。次がチャーレム。雷パンチ、冷蔵パンチ、炎のパンチは特殊技なので特性のヨガパワーも生きないと。一応爆裂パンチあるけど、うん、ねね、本当に命中50やからね。こんなんバンバン打ってたら奴らいけないよ。次がホエル王。呪いとドアセルで両受け的なことは一応できる。努力値配分もまあ間違ってはない。まあ性格のいじっぱりもまあ別にいいでしょう。平均点ぐらい出してる。まあ弱いけどね。次がチルタリス。これさ、滅びの歌でさ最終ターン追い打ちするってこと。メロメロで頑張って3ターン生き延びて交代際追い打ちで狩ると。それ追い打ちしてさ交代してくる相手を倒せとするじゃん、うん、でもチルタリスも滅びのターンで倒れるからね。確かに全然意味ない。最後がラティアス。まあ順伝のポケモンね、基本的には結構強い。実質吹雪しか覚えてないフリーザーみたいな方とかもあるんだけど、でもそれも強い。吹雪あるだけ強いなんだけど、このラティアスだけはちょっと順伝の中で群抜いて弱いね。せっかくラティオスと違って A が低めに設定されてて主力値高い感じ出てるのに、なぜラティアスで物理型を選ぶ。しかも技構成もイバル自己暗示。性格いじっぱりはあんまり美味しくない。しかも HB、 HA だったらねなんか方向性感じ取れるけど、 HB でこれっていう。自信もシャドボも弱いねこれじゃ。というわけで、31体全部見ていったんですけど、補助技だけとタイプ1技なしと努力値配分やばいうん、1技あるけど晴れ空火とか催眠夢食いみたいな、まあ、コンボより。使い勝手の悪い技構成にさせられてるやつが、まあ、かなり数いたね。あと種族値と噛み合ってないとか、うん、割と絞れると思うんだけど。あ、そうだね。おのおの1匹ずつ一番弱いと思うやつ選ぶか。個人的に一番弱いと思うのは、うん、このカゴの実を持った転がる丸くなる寝言眠るのツボツボだと思うんですけどこれを超えるやつおる？同じ意見です。
そう、相手を倒すことが不可能だと思うんだよ。転がるって一回使っちゃうと最大力になるか外すかまで転がり続けるんだけど、その間に倒されちゃうよねこいつ。思ったより硬くないからね。そう、まあ一応丸くなる、めちゃくちゃ積んでから眠るして、よし準備万端転がるって物理に対して戦える時もあるとは思うんだけど、物理を倒すのめっちゃ大変だと思うけど倒せるのかな。何ターンも何ターンも何ターンもかけてギリギリ倒せるかなぐらい。うん、もう一つのツボツボの毒がないか、これも相当やばいけどね。これはまだ砂嵐の砂溜めで倒せるっていう感じよね。フラッシュ分身で避けまくれば倒せるから。あとこれは持ち物が食べ残したのも噛み合ってはいる。もう一匹あげるとしたらピクシー、だけどこれはまだコメットパンチで相手を倒せるかもしれない。そうね、ただコメットパンチだけで殴り合いすることはできる。一応いじっぱれて A ぶっぱしてるし。うん、なんだけどこの転がるツボツボは多分誰も倒せないから選ぶことはないだろうな。しゃーなし、ツボツボ選ぶかって絶対にならない。脱ラでは最弱はこのツボツボになるかな。あ、そうね。というわけでバトルファクトリー最弱ポケモン考えていったんですけど、ネジキと比べてどっちのが全体的に弱いんだろうね。いやまあ技とか少ないからタツラの方が弱いんじゃないかな。まあ今回上げてないけど冷静 AC 振りのハリテヤマとかいるしね。それも弱いけど、でもクロスチョップあるだけマシみたいな感じよね。それが最低ラインになっちゃってるからさすがにタツラの方が弱いか。あとタツラあるあるなんだけどさ、持ち物がさ変なの持たされてんだよ。もう意味ないやんっていうのもいて、ブーバーがチーゴのに持ってたり、まあ、それは意味がない。でもそんなブーバーも火炎放射があるだけで全然選びます。最弱候補に入るラインがあまりにも許すぎる。最弱ではないけど一番印象残ってるの鬼ドリルだな。イベルタル、イベルタル型ポケモンとしては最弱レベルに弱いけどね、技構成は結構強かったからね。そう、トライアタックドリルくちばしがあるのが偉いよね。それだけで十分活躍できるから。2回ぐらい選んだもん。うん、鬼ドリルを選ばざるを得ない状況が2回もあったってことはやっぱ全体的に脱ラの方が弱いってことだ。そうだね、ネジキなんだかんだいい技揃ってるポケモンいた気がするね。よく言われてるのがプラチナのネジキがめっちゃむずいみたいなのあるから、まあ、いずれやるかな。やるかもしれません、まあ、こうご期待。はい、これからもためになる対戦動画や解説動画をアップしてね。チャンネル登録、高評価、ツイッターのフォローお願いします。お願いします。